皆さんこんにちは、エムズスキーサロンの吉田雅宏です。今回はこちらの階段を利用して内客の屈曲と外客の伸展、この左右の足の使い分けの差についてご説明していきたいと思います。このように傾斜や階段に立った時に自分から軽度を少しこう極端につけすぎてしまったり、もしくはうちの股関節や膝各関節が柔軟に使えない方がこういった左右の足の差を使い分けしにくいポジションとなります。ですので体を外に寄せすぎたりしないようにセンターポジション、センターの位置をキープしながら内客をこの傾斜に合わせて適切に畳んでいくという作業が大切となります。はい、それでは早速始めていきたいと思います。まずですね、このように山側の足を高い階段の位置にセットして、谷側を低いところにセットするんですけれど、ここでいきなりこのように構えてしまうとご自身の癖が出てきやすいので、この時に山側の足で谷側の足が浮くように一度立ち上がってみます。この立ち上がったところから体を自分で外側に寄せに行きながら谷客を突くんではなくて、あくまでポジションはセンターをキープしたまま山側の足首、膝、股関節を適切に畳んでいくことで谷がつく位置というのを確認していただけると良いと思います。いきなりこのポジションから始めた時よりもしっかりと山足で立ったところから低くなっていった方が、この左右の関節の差というのを非常に感じやすくなりますので、しっかり立ち上がって下がっていく。またこのポジションを作ったら立ち上がって自分で下がっていくというのを何度か繰り返してみてください。はい、この時に注意していただきたい点なんですけれども、今はこのように運動靴を履いているので特に足首や膝の関節がフリーに動かせる状況なんですけれど、実際雪上に出るとここにはスキーブーツがありますので、簡単なこうギブスを装着されている状態と同じ環境となります。ですのでここで足首膝をたくさん使ってしまうと実際道具を履いた時と少し違う動きになってしまいますので、足首膝はスキーブーツを履いた時のこの可動域を意識しながら主に大きく動かしていきたいのは、この股関節をしっかりと後ろに引いていくことで谷客が設置するというところを意識してみてください。足首や膝が大きく動くパターンとしてはこの股関節が硬くなって動きが止まってしまうので、このような感じですね。このような感じ、これがダメな例ですね。そうではなくてしっかりと股関節を後ろにぐーっと引いていってポジションを作る、この形ができれば正解です。はい、このような形で内客と外客のこの使い分けをご説明させていただいたんですけれども、実際には今このポジションは山回りのポジションですので、滑りの中でいうと重心の位置というのはスキーの真上にこう戻り始めているところなので、ここまで極端な差が出るかというとシチュエーションによっては少し左右の足の長さが近づいてくる場面です。ですがこの山回りの局面で練習することによってこの左右の足の長さの使い分けという習得がしやすいというのが特徴なので、あくまでその使い分けの練習だということで少し頭を整理していただけると良いかと思います。そこから実際に切り替えにつなげていくところとしては、これまで伸びていた足が少しこう曲がりながら外からの圧がこのように受け止めることによって少しこう曲がっていくところから、反対に曲がっている足は伸ばしていくことで重心の位置が谷に落下して次に入っていくというところですので、実際に滑りの中でやろうとするとこの山回りのポジションでぐーっと頑張りすぎるといつまで経っても次に切り替えていけないということが起こってきますので、あくまでこの使い分けの練習ですよというところで押さえておいてください。
はい、今回はこの階段を利用することで左右の足の使い分けについてお話しさせていただきました。この左右の足をしっかり使い分けることができれば、ターン中に適切な内傾角度をとっていくことができますし、それによってスキーの回転性能をどんどん引き出していくことができます。ですので皆さんもですね、この曲面、実際には谷に向かっていくところ、左右の足が揃っていくところなんですけれども、こういった左右の足の使い分けの練習ですよというところだけしっかり整理していきながら、ぜひ皆さんも参考にしてみていただければと思います。